ビリー・ハーマンは1930から1940年代に活躍したアメリカメジャーリーグの選手。主なポジションは2類種。インディアナ州ニューアルバニー生まれ。右投げ右打ち。背番号は2。オールスターに10年連続出場するなど1930年代カブスのスター選手だった。1931年にマイナーのルイビル球団から シカゴカブスに入団する。1年目に25試合に出場して打率327を記録。当初はその守備力を評価され、翌年からほぼフルシーズン出場するようになる。カブス在籍時の守備記録では2年目以降1940年までの間で視察数、補察数のいずれかで7回リーグ最多を記録している。打撃面では、 5年目の1935年にリーグ最多の227アンダーを記録し、打率は自己最高の341をマーク、この年から3年続けて打率333以上の成績を上げた。1936年4月14日にはシーズン開幕戦で5アンダーを放った。この記録は開幕戦の最多アンダー数として現在も残っている。 1941年にトレードでドジャーズに移籍、ドジャーズ3年目となる1943年に打率、330の活躍を見せる。翌1944年と1945年は、第二次世界大戦に従軍し野球を離れたが、1946年に現役復帰する。その後、レッドソックス、パイレーツに在籍し、 1947年に現役を引退した。パイレーツでは監督も兼任していた。引退後はしばらくマイナーリーグの監督をし、その後、ドジャーズ、ブレイブス、レッドソックスなどのコーチを歴任した。1965年から2年間は、レッドソックスの監督もしたが、チームは100敗するなど振るわなかった。1967年以後は、エンゼルス、 アスレチックス、パドレスなどのチームの選手育成を担当していた。1975年にベテランズ委員会によりアメリカ野球伝道入り選手に選出された。1992年にフロリダ州ウエストパームビーチで死去。順位は年度最終順位。ありがとうございます。